岸田首相、ガソリン税トリガー凍結解除至急検討する。玉木氏決断なければ協議離脱とは一体どのようなことなのだろうか。岸田首相は6日の衆院予算委員会で、国民民主党の玉木代表から、ガソリンの高騰時にガソリン税を引き下げるトリガー条項の凍結解除の決断を求められたのに対し、自民、公明、国民民主3党の実務者チームで至急検討させる考えを示した。今頃になって至急検討するでは遅きに失した感がある。もっと早い段階でトリガー条項の凍結解除を実施していれば、ガソリン価格を抑制するために国民の税金を大量に投入せずに済んだはずだ。現在政府が実施している補助金政策は、ガソリン高が続く限りずっと続けていかなければならず、補助金のために国民の税金が大量に投入されることになる。ガソリンの補助金には昨年9月までに6兆円の税金が投入されており、今年4月末までにさらに大きく膨らむ公算が大きい。一方、トリガー条項の凍結解除によってガソリン税の暫定税率分1リットル当たりに15.1円を一時停止にすれば、補助金政策より政策コストが安くつく。例えばトリガー条項の凍結解除を1年間続けても、国で約1兆円、地方で約5000億円、合計では約1兆5000億円の減収にとどまる。トリガーどころか補助金の延長すらちゃんとした話がないけど、本当に5月からガソリン補助金打ち切るつもりなんでしょうかね。玉木さんの言う通り、トリガー凍結解除でも、暫定税率の撤廃のどっちでもいいからやってほしいです。補助金の継続だと、また業界団体への配慮かなという批判は避けられません。石油元売りやスタンド数が昔より減っているから競争原理も働きづらいよね。高値安定で原油相場、為替相場が下がることがあっても、リアルタイムで反映しないこと重々承知してるが、その後何ヶ月経っても少しも安価に販売する時期もないし、強天玉を流通させないように調整してるね。ゴン盾も価格差が極小だから利用する魅力ないし、ガソリン価格が高騰しだしてどのくらい経った。確かに国単位になるとトップの一言ですぐ動くとかはできないとは思うが、いくらなんでも遅いと思う。国民生活が豊かになることは後回しで、じわじわ首絞めてくるし、かといって子育て支援なんかが良くなっているわけでもない。震災があったりはあるが、何をしていたんだと思う。それで献金問題が許されるわけない。そもそも地球で言うとガソリン代は高止まりしてるが、一時期のピークよりは下がってる。もちろんまた何かしらの要因で上がるのは確実だろうから、その時のためにやれない理由は一つでも少ない方がいいという状態にしておくのが大事ではある。でもさすがに分かってきたんじゃねえか。そもそも経済を回す国民が貧困にあると、経済活動の上向きかなんてのは絵に描いた文字だってことに。これじゃあもう政権与党の体を成していない。国民民主党の衆議院議席はわずか7しかない。そんな党のトリガー凍結解除の声に至急検討なんて言って、いつからトリガーに対する世論の声があったというのか。炉によるウクライナ侵攻も丸2年になる。この時から資源価格は急騰し、それに対する日本政府の答えは、すでに民間が保有する中東などに有するエネルギー権益にも助けられた面があるが、それに伴うエネルギー企業の増収増益をてこに補助金として国内産業、国民への還元を行った。補助金に対する世論の風当たりは強い。それは元売りも小売りも自由主義経済の元の企業であるため、その補助金が完全に消費者に還元されるとは言い切れないからだ。これだけの年数があるので、時限措置である補助金も燃油税制も根本から良くする改革に乗り出さねばならない。それが政権与党たるもの。私たちはトリガーではない税制改革を求めねばならないはず。トリガー条項という決まり事があって、その条件に当てはまった時点で発動しなければトリガー条項ではない。トリガー条項に当てはまったのにトリガー条項を発動するかを検討なんておかしい。こんな調子で決められたことを実行できないと、国防に関する対応を求められた時素早く対応できるか心配になる。確かに全て道路補修財源だったらわからなくもない雰囲気だが、これが一般財源かと。それでなくても道路使うのは自動車だけではない。もちろん歩行者も全てのかなった上になとなれば、いずれ歩行者税も欲しいくらいで、トリガーはそっち方向転換かな。いつまで調査や検討や議論すれば決まるのだろうか。玉木氏多数の与党議員が言っていた通り、自民党の裏金問題を最優先せざるを得ないため、国民のための議論の時間がどんどんなくなっていることに対して自民党は何も感じないのだろうか。岸田も質問に対する答弁を長々語り、はぐらかして結局答えてないし、時間を無駄に使ってるようにしか見えない。当たり前のことができなくて、自分たちの既得権だけはノータッチは絶対的違和感しかない。その馬鹿ぎりの選挙目当てに惑わされず、政権交代すれば
互いに切磋琢磨し政治家が鍛えられるのではないか。大企業への補助金も切るならガソリン税の二重課税を止めるべきですよね。自民党岸田政権が推し進める増税政策と大企業へのばらまき政策の金券体質は変わらないはずですから。ましてや今回の政治改革も眉唾ものですから、自民党はこっぱみじんですね。政治への信頼回復は民意を反映し国民の生活を守る政は消費税の撤廃、呼吸な国会議員歳費の縮減、ガソリン税など二重課税の撤廃、国会議員1人年間5000万円の政党交付金の廃止、公選法の特定寄付を税金投入企業へ拡大し、選挙と大企業との癒着勝因、献金断罪の法整備、政治資金規正法の厳罰化と連座制の導入、大企業の法人税優遇措置の廃止などと思いますよ。自民党が変わってマニフェストに盛り込むか、それとも野党が盛り込むかですかね。ただし自民党国会議員は旧統一教会を供養したり不正な絡んだやつは議員辞職しないと待たないでしょうね。止まらない物価高、補助金もうまく回っておらず、子育て政策も的外れ、ばらまき政策に裏金問題、検討といい問題を先延ばしにするのにはもう疲れました。与党は一度解散するべきというのが国民の総意だと思います。トリガー解除しても灯油や免税軽油、重油は対象外なんですよね。寒冷地では灯油の高騰が死活問題、免税軽油や重油は船舶による貨物や旅客輸送、建設現場や製造現場などあらゆる場所で使われており、さまざまなものの値上げにつながっています。こちらの対応も至急お願いしたいところです。いい機会だからガソリンの高騰に合わせて移動手段の最適化、多様化を進めれば良いのではないか。通勤時の乗り合いとか、ライドシェア、シェア自転車、公共交通機関に補助金出すとか、未来を見据えた方向に、車はそれほど効率的な乗り物とは思えない駐車場が必要、稼働率が低い、一人でも5人乗ってもガソリン代も高速代も同じ、車が多いと渋滞するなどなどにもかかわらず、他の交通手段のオプションが少ないし、新たなテクノロジーもまだ取り込めておらず、古い高コストのオプションしかない。いい機会だ。産油国はガソリンでの消費が減る分を減産で価格転嫁を図る以上、原油価格がかつてのように1バレルあたりに10ドル30ドルという時代に戻る未来はなかなか見出しにくい。主な産油国である新興国が BRICS などで結束している国際情勢であればなおさらだ。加えて日本の労働人口が減って経済の競争力が失われれば、円安が長期トレンドとなる可能性は高い。一定以上のガソリン価格が続けば発動する条項であるのなら、今後はずっとトリガーを押しっぱなしということにもなりかねない。これは物の値段という話に矮小せず、日本経済の競争力をどう維持していくか、国際情勢の安定化のために日本はどうあるべきかという話になっていかないといけないと思う。ガソリン補助金は大手石油会社に吸収されて価格引き下げにまで果たして、どのくらい効果が及んでいるのか不透明。トリガー条項凍結解除ならガソリン価格をダイレクトに引き下げるので分かりやすいし、補助金の原資よりトリガー条項凍結解除での減収の方が小さいなら財政的にも良いのでは。我々国民側の税や貨幣に対する認識がそもそも2つあって、国家予算は税金が財源で、減税すると借金が返せなくなるから、増税はある程度は仕方がないという認識と、税は財源ではなく、景気の調整弁で、足りない国家予算は国債発行して、その負債は日銀が消化できるからインフレ率を見ながら減税できるという認識。これを機に国民全体でどちらが事実なのか議論が巻き起こってほしい。さすが検討士の岸田さんの面目躍如だと思います。国民民主党及び公明党は昨年末までに具体的な3党でトリガー条項の適用を検討することになっていましたが、岸田さんは今頃になってやっと具体的に検討すると言っておられます。トリガー条項の廃止がなければ、狼少年よろしく国民の理解が得られないと思いますし、デキレースの感もあり、自民党はもちろん国民民主党及び公明党に対する不信感が増して、7回の選挙には3党とも議席を減らすと思います。野党も頼りないし、野党が当選したら何やらかすか心配だけど、自民党を一旦落とすことも大事だと思うし、落選させて国民を怒らせるとまずいと刺激を与えることにもつながる。自民党が落選して反省した動きが見られれば再び当選に向かうかもしれないし、それ以降は真面目に政治するようになるかもね。意外と野党が自民党以上の成績を上げていた場合は簡単には戻れないかもしれないけどね。その時は野党以上に成果を上げていくしかないね。政権交代がない国より、政権交代がある国の方が結果的に民主主義国家なのです。政権交代がにない国は独裁政権みたいなものです。昨年も言われていますが、多分誰も信用しないしできない。2月中旬から確定申告が始まりますが、総理にはぜひ国税庁税務署の職員の方々一人一人に対し、
国民に証明する場所と時間を全国展開してほしい。国税、税務署には聞きたいことがたくさんあります。また、総理や自民党、野党、政治家に期待するほど、時間も余力もありません。ただ、国税庁並びに税務署職員方々、退職された OB の方々には、金銭的賠償と責任を取らせる、負わせるために、喫水なる民間企業を、民間人は立ち上がっていただきたい。上記の機関にも、子供や孫、子子孫孫は存在しますので、因果応報、自業自得をモットーに、強制的にも回収していかなければならない。